こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田博美です。イルカの時間です。またなんかちょっとね、悲しい事件がね、報道されたよね。そうだね、中学生がね、イルカってことで2年生の男の子。そうだよな。写真見ると可愛い男の子なんだけどね。ああ、本当ね、残念ですね。本当だよな。でも本当ね、もうこういうのってなくならないね。なんでなんだろうね。ねえ、本当あるなんていうの、本当に時々ポッとこういう事件が起こってくるんだ。なぜなのか。うん、で飲酒運転だってそうじゃん。散々さ、ねえ、あの随分前だけどもさ、あの追突されて、可愛い女の子2人が犠牲になってするからね、飲酒運転って言って、残されたご両親が頑張って運動して厳罰化というそういう流れができてきて、それでもまだ飲んで運転する人がいる。まあね、本当私にしたら信じられないけどね。そうだよな。まあ、 あの自分に関係ないと思っちゃうんだな、ああいう人たちはな。だって飲んで それでハンドル握るんだよ。あなただってさ、前の晩さ宴会でお酒飲んで、お酒残ってるなと思って絶対運転しないじゃん。しないよ。ねえ、まあこれぐらいいいかとかさ、なんかそんなのが働くんだよ。いやでもそれあまりにもさ、高く外れてない？そうだな。おかしいなと思う、このいじめだって。もっと敏感になるべきだと思うん？そうだよな。これだけさ、ないろいろね、まあまさかとか思うのかもしれないけど、だって本当ね、今やっぱり学校っていうものがね、一つの、限界に来てる。これはね、あの昨日お会いした塩見先生っていうね、白目学園大学の学長、学院長で、教育界の、大御所なんだけどさ、その先生にお話聞いててね、やっぱりもう本当に学校っていうのをね、もう今、政府も見直そうというふうな動きにもなってるらしいのよ。つまり学校ってさ、もともとどうやってできたかって言ったら、明治になってからできたわけだよ、ね、でその目的っていうのは、日本という国が、明治維新から、近代化に向かうところだよね、欧米のね、になんて追いつこうと、いう時なわけよ、要するに坂の上の雲じゃないけどさ、もう坂の上まで登ってなおかつその雲の奥まで掴んじゃおうっていうさ、そんなこう思いで、みんなが立ち上がった時さ、そうするとさ、やっぱり国民全体がさ、そっちに向かっていかなくちゃいけない、そして西洋、欧米に追いつくって何で追いつくかっていうところだよね、それは一つは軍事だよ、強くになる、それからもう一つが、産業、この二つなわけよ、つまりその軍事大国になる、産業大国になる、そのための人材作りっていうのが急務なわけよ、だからそれを前提に作られたのが学校なわけだから、だからある意味ではもうな、あのこう言うこと聞くような子たち、管理しやすい大人ね、管理しやすい大人たちにしていこうと、で一つの方向にこう行くぞっつったらわーっと行けるように、するというのが学校の目的だったわけ、でもちろんそれが成功したわけよ、その、軍事大国にもなり、産業でも、それこそ世界にいいか、そんな国までなったわけだから、だからそういうふうなこうね、形できた学校が、でも時代が変わってきたから今は、もうその軍事だ産業だって言ってる時代じゃないわけよ。なんだけどね、なかなかそれが変わらんね。だからそれはもうだって長い教育、もう明治の時からずっと教育し続けられてんだから、だから明治の時に教育受けてるのはじいちゃんばあちゃん、もっと前の世代じゃん、その世代からずっとじゃあその、教育受けた人たちは子供たちにそういうことを教え、でその子供はまたその子供に教え期待し、それが一番大事なんだよとかね、それが一番幸せなんだよってことを言ってるわけだからね。そうなんだよね、だけど本当に戦争の時なんてのはさ、あれでしょ、例えば母親がさ、子供を戦争に生かす時、無事に帰ってこいって言えないんだから、お国のためにそう、しんどいでっていうぐらいのことを言うわけでしょ、そういうふうな教育がずっとなされてきてるわけだからさ、そうだよね、そう考えたら恐ろしいことだよね、奥深いよね、だそういう中で今の子供たちも生きてるわけだよ、だけど今の子供たちやはりこうね、何かを感じてると思うんだよね、
うん、私不登校が今、小中で12万人だったかな、うんうん、すごい人数いるわけよな。でもはっきり言ってさ、小中だけの問題じゃなくてさ、高校の例えば中退率とかさ、そうそうそう、それって実はすごいことなんだよ。まあ20万ぐらいですね、それ含めると20万人ぐらいですよ、うん、結局高校を中退しました、うん、じゃあその子たちがどういう受け皿のもと生きていくかって、うん、受け皿がない場合、うん、生きていくので精一杯となるね。だから子供の貧困とかそれ全部つながっていくわけじゃん。そうだよね、それはもう大人も一緒だよな、それは、うん、うん、だから、それが本当にね、もう社会が限界になっている。その社会が今まで、向かおうとしていた方向性が、うん、もう何かこう道がなくなっちゃったわけや、うん、な、そうだね、うん、だから違う方向転換をしなくちゃいけない時期に来てるわけ、うん、だけども、うん、声高に自己責任という言葉が叫ばれね、うん、だからだって極端なこと言えばさ、いじめられる側が悪いんだっていうようなことを言う人もいるわけだから ね、 そうだよね、いじめられる側にも問題が、うん、まあ、喧嘩両成敗だから、まあね、どっちにも原因があるって言ってしまえばそれまでかもしれない。そうだよね、でもそういう構造、そうだな、そういう構造を生むこう社会制度とかな、うん、学校システムもそうだろうしさ、うんうん、ね、やっぱりもっと奥深いところがあるわけだよな、だと思うよね、うん、だからそのね、国立競技場がさ、うん、あんなの本当にいるのかやって思うものにさ、こうやって多額のお金を出すような、うん、まあでもそういう社会なわけじゃん。でもさ、このお金があったら何ができるんだろうと思うけどね、うん、そうそう、単純にね、そうだから、そういうまだ社会なわけだから、社会がまだ、過去の、なんていうの、そのね、過去からのさ、うん、お荷物を一生懸命背負いながらさ、ひいこらひいこらやってるわけじゃん。でもそうじゃないよって、もうみんなそんな背物を下ろしたいわけよ、うん、そうじゃないでしょって、うん、いうふうなところに来てるわけよ、うんうん、なんか私なんか単純にさ、札幌にも札幌ドームってあるけどさ、うん、東京にも東京ドームってあるけどさ、ああいうドームでなぜダメなんだろうと思うけどね。うん、そうだよね。だからさ、昔からあれじゃん、国民体育大会とかさ、うんうんうん、開くとさ、うん、大きなね、うん、うん、競技場作ってさ、うん、それが今は何も使われてなかったりさ、うん、するわけでしょ。すごいよな。うん、だからそのこの間ギリシャのね、うん、問題もさ、うん、元をたどっていくとなんかアテネ五輪でねっていう話だよね。ずいぶん金使ってそれがこうね、月が来てるとかさ、うん、そんな話もあるしね。でもさ、オリンピックには私意義があると思うのよ、うんうん、だから意義のあるオリンピックにするためにやっぱ知恵を絞るべきだと思うんだよね。そうそう、だからこういうことばっかりさ歩くとさ、オリンピックのせいだってなっちゃうじゃん。何が大事かだよな。そう、オリンピックのせいでこうなったこうなったってなる、それはすごいオリンピックを目指して頑張ってる選手にとってはさ、うん、もう聞きたくない言葉だよね。そうだよね、辛いよね。そうだって、オリンピックに出ようとする選手はさ、別にそういう競技、その競技場がいいからとかさ、そう、競技場欲しくてやってるわけじゃない、ね、やるわけじゃないんだから、うんうん、だからそれが昔ながらのさ、うん、古い古ぼけた競技場であったってさ、うん、いいわけでしょと思うんだよね。うん、だから開会式のね、派手な演出もそうだけどさ、いつも思うんだよね、あれに。だけどあの花火に、あの花火一発で何ができるんだろうとかってつい思っちゃうんだけどね。だからそうやって、ね、そういう方向が一つはあるわけでしょ、うん、そうだね、うん、でもう一つやはりもっと違うんじゃないのっていう方向があるというさ、うん、今本当こう両極化してるところはあるよね。だから本当にホピの原じゃない嫁のさ、そう、ね、そのまま今の分かれ道で、うん、下へ降りていく、うん、本来の本当に神様が示してくれた道に降りていく人たちと、うん、もうそんなの関係ないっつって、うん、ずっとまだまだ上昇志向で、うん、ね、より大きなものより、たくさんのお金とかそっちにずっと向かっていく人たちと分かれてくる、うん、な、原発だってそうだよな、うん、この状態でまだ再稼働させようなんていう人たちもいるわけだから、うん、なんかね、一生懸命みんなで節電してなんか使わなくてもいい生活になったはずなのに、うん、なんでってみたいなね。そうだからさ、まあ、今本当に両極化してるあれだよな。だから動き出したらなかなか止まらないんで、止められないんだよ、ね、うん、そうなんだよね、うん、これじゃあなんで止めるかって時に、うん、いや人間では止められないんだねってなったら、やっぱりそれはね、うん、大きな力が働いて止めましょうっていうふうになるよね。怒ってくるよね。だから本当ね、うん、まあそれぞれね、一人の力は小さいけれど、それ集まれば大きなことできるってよく言うけど、本当その通りでさ、うん、やっぱり自分の足元っていうのをね、大事にしながらね、うん、一人一人が、うんうん、考えて行動していくということだと思うんだよね。ま
今度選挙だって18歳になるわけだからさ、うん、18歳になった時にその人たちがどういう行動を起こすかとかさ、うん、そう、それはまあ侮れないと思うよ。若い人たち本当に今一生懸命行動してるからね。ね、あの、うん、この前のいろんなストップっていうようないろんなね、うん、デモとかも女の子がやったりとかしてるからね。だからね、あの若い人たちは俺は期待してるし、そう、ね、うん、あの、期待に応えてくれると思うけどね。でも我々も期待に応える。我々もそうだよ。我々もやらなきゃ。自分のような自分の期待して自分がやらなきゃ、うん。そういうことよ。ね、だそういう本当ね、一人一人が、本当自分の意見を持って行動する時期に来てるよな、うんうん、ね、あ、まあそうしないと本当ね、はい、うん、知りませんじゃ済まないこともいっぱいあるからな。そうだね、勉強しないとね。そうだね、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。